2回目です。どうですか、何か反応ありますか？反応は正直ない。結構あの YouTube なんで、はい、あの見てくれてる回数とかがカウントで出ちゃいますから、はい、なんか正直なところが分かってくるんですけれども、まあまあそれなりに見ていただけてるようで、はい、よかったよかった、はい、もう8月も後半ですから。そうですね、まあそろそろこう涼しくなるかしらみたいな感じですが、うん、が暑いまだまだということで、私は髪を切りまして、おボッサンボッサンになって、まあちょっとなんていうの、地毛の癖毛を生かしたと言えば聞こえはいいかしらみたいな感じで、素敵はい、ありがとうございます。どうしようではスタートです。今日のコーナー、イエーイ、はい、今日のコーナーは嵐を特集します。やったー超勝手に、嵐を特集するんですけれども、はい、実は、私何年前 2,3 年前に夢に桜井翔くんが出てきて私のこと好きや好きや言って、なんて羨ましいそれからちょっとこう嵐を気にして見るようになって、はい、ラッキーマンです。ラッキーマン。ラッキーマン。
ファンですよ。意外。はい。そんなに新しい。ご意見ください。お願いします。では、今週はここまでです。